こんにちは、オーです。今回は、爆速キーパーを見ていきましょう。皆さん、爆速のフォワードに裏取られて失点したということはありませんか？キーパーがと少し早ければ止めれたということはありませんか？キーパーは、GK 能力に目が行きがちです。それはあながち間違いではありませんが、スピードがあればインターセプトで取り切ることができてしまいます。この動画では、インターセプト率が高そうなキーパー、スピード瞬発力の平均が 81.5 以上の選手たちを見ていきます。早速見ていきましょう。一人目は、ミルス・ビラール。キーパーでダントツに高い87、86。GK 選手は93。で、この選手はコラプシング95なんで、まあ、至近距離に強いですね。裏抜け対策に有効な選手かなと思います。2番目に高い選手は日本の中林選手。スピード瞬発力は81、84で両足使えます。シロスカの裏抜け枠として選んでもいいと思います。次は代表経験もある中村選手。重要なキーパー能力の方も高くなってます。田川智樹選手、スピード瞬発力の平均は82。速さだけじゃなくて、キーパー能力普通にあって、フライパス79もあるんですよね。キーパー飛び出してインターセプトからのカウンターで低弾道とかもね、パターンありそうですよね。イヴァン・アルボレダ。瞬発力の方が高くて、瞬発的な速さがある選手ですね。スビラールと同じく GK 選手、コラプシングの高さに加えて、リフレクティング、まあ、守備の範囲の広さもあります。まあ、より一対一に強そうな感じがしますね。次は、エンガパンド・エトンブ。まあ、長くて言いにくい名前ですけども、まあ、キーパー能力そこそこあり、フィジコン、ジャンプ、ボディコンも高めですね。まあ、この選手まだ17歳なんですよね。まあ、今後どうなるのか。まあ、ウイルで言ったら、まあ、黒も全然あると思います。3年後、5年後はね、全く予想できないですからね。まあ、見守っていきましょう。最後は、藤島選手。平均は 81.5。まあ、この選手も優秀ですね。はい、今回は、爆速キーパーを見ていきました。以上でございます。またお会いしましょう。バイバイ。